めっちゃいい感じですね。どうも、食の贅沢です。今回は皆さん待ちに待った本格カレーを作っていこうと思うんですけれども、今回はご家庭でできる最高レベルですね、カレー粉を使って本格カレーを作っていきたいと思います。で、特に下ごしらえと隠し味ですね、そこはもう本気でっていうのはちょっとあれなんですけれども、なので今回はご家庭でできる格別な一品本格カレーを紹介していきたいと思います。ではカレーを作っていきます。まずはこちらの鶏もも肉にもう最初からいきます。カレー粉、あとヨーグルトですね。それでこちら混ぜ合わせていきます。で、最後の味付け用のカレー粉とヨーグルトを全部ここで入れて、肉を柔らかくしつつ味を染み込ませつつ、柔らかくて美味しくてっていうのが簡単にできます。それでラップをして冷蔵庫で寝かせていきます。それで次は玉ねぎ切っていきます。で、玉ねぎはみじん切りもいいんですけど、スライスの方が実は火の通りが早いのでスライスで切っていきます。ではオリーブオイルを敷いた鍋に玉ねぎ入れていきます。それで弱火にして軽く混ぜ合わせたら、生姜チューブ、ニンニクチューブ入れていきます。チューブの場合は後で入れると焦げずにかつ美味しくできます。それでこれをしんなりするまで炒めていきます。で、今回はカレー粉を使って本格的にやって、調理自体もすごい簡単なんで、休日とかにカレー食いてーってなった時とかは結構おすすめです。今どっから声出たかわからんな。カレー食いてー。それでいい具合にしんなりしてきたタイミングで、時間のある方はもう飴色になるまで炒めるのがベストなんですけれども、これぐらいでも全然大丈夫です。で、先ほどの鶏肉を入れていきます。で、火を強めて肉の表面を炒めていきます。カレー粉自体炒めることで香りが来るのと、あと鶏もも肉を焼いて旨味を閉じ込めたいので、こちら焼いていって、で、裏ひっくり返していきます。よいしょ。それで火が通ったら、こちらに水、あとトマト缶入れていきます。それであとは煮詰めて放置するだけ。めっちゃ簡単な感じになってます。ただこれだけだと味がぼんやりしてしまうので、隠し味の方もしっかり入れていきたいと思います。めっちゃいい感じですね。で、今回はかなり煮たっていうか、もう弱火にしてほっといただけなんですけど、かなり煮たのでトロトロになっています。それで最後にコンソメで、隠し味に醤油、あとはコク出しにウスターソース、それでもう一煮立ちすれば完成になります。チキントロットロでめっちゃ美味しそうですね。それでこちらを盛り付けていきます。うわー、めっちゃうまそう。よいしょ。あー、これ絶対美味しいやつだ。ではこちらできたので味見してみます。いただきます。作ってる時が香りがすごかったんでね楽しみだな。ではいただきます。最高にうまいチキントロットロでコクがあって、もうこれはうまい、すげえこれ。で、今回のポイントは最初の肉にヨーグルトとカレー粉を入れて、もうあらかじめ混ぜちゃう。あと隠し味にコンソメ、醤油、ソース、これやると本格的でもう香りがふわってきて、もうぜひこちら試してみてください。で、この動画がいいなって思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録と、あとグッドボタン、あと周りの方に、今 YouTube で食の贅沢っていう、食べてよって思わせるような動画があるんだけれども、みたいな感じで言っていただけたら幸いです。というわけでご視聴いただき、誠にありがとうございました。とても感謝しています。ではまた。食べたいんでしょ。食べたいんだろ。食べたいんでしょ。いや、気持ち悪い。自分でやってるとちょっと体が立ちますね。